平野翔が涙を誘う。ナンバーアンダーライン愛のボン MV、その感動のラストシーンとは k a s f y r e との奇跡のコラボレーション。ナンバーアンダーライン愛のボン MV が圧倒的な評価を受ける理由。ナンバーアンダーライン愛のボンダンスパフォーマンス MV は、まさに芸術の域に達した作品と言えるでしょう。公開された MV は、彼らのダンススキルだけでなく、 感情の深さやチームとしての結束力を強く感じさせるものでした。この MV はファンにとっても特別な意味を持つものであり、その最後のシーンでは多くのファンが涙を流したというコメントが殺到しています。まず、振付師 k 図 z f i r e とのコラボレーションがこの作品に大きな影響を与えています。k 図 z f i r e はリエハタトキョのメンバーとしても活躍しており、 その独自のスタイルが、ボンの振り付けに見事に表現されています。MV のセットの中で、彼とナンバーアンダーラインアイの3人が織りなすダンスは、まさに圧巻の一言につきます。MV は暗い部屋にスポットライトのみが照らされ、ジャージ姿の3人が踊るというシンプルな構成ですが、そのシンプルさが逆に彼らのダンスの技術と感情を際立たせています。 特に最後のシーンでは、3人が影の中でハグを交わし、やりきったという満足感を全身で表現しています。このシーンは、多くのファンにとって感動的なものであり、ダンスの技術だけでなく、彼らの絆の深さを感じさせるものでした。ボンは、5月27日にリリースされたミニアルバムの、のオーリングに収録されており、そのリリースとともに、多くのファンがこの MV を待ち望んでいました。 リリース情報によれば、このアルバムはすでに多くのファンの支持を受けており、特にボンの MV は、その中でも特に高い評価を受けています。さらに、この MV の公開に先立ち、ナンバーアンダーライン I の公式 SNS では、k s z f i r e とのダンス動画も公開されており、その迫力あるダンスに多くのファンが魅了されています。k s z f i r e とのコラボレーションは、 ナンバーアンダーラインアイにとっても新たな挑戦であり、その挑戦を見事に成功させたと言えるでしょう。ナンバーアンダーラインアイのボンダンスパフォーマンス MV は、ただのダンス映像ではありません。それは、彼らの努力と情熱、そしてファンへの感謝の気持ちが詰まった作品です。この MV を通じて、彼らの成長と進化を感じることができ、多くのファンが彼らの未来に期待を寄せています。 ナンバーアンダーラインアイの最新 m v ボンは公開されるや否や大きな反響を呼び、多くのファンがその感動的なパフォーマンスに心を打たれました。この MV は圧倒的なダンススキルと深い絆を感じさせる演出が特徴であり、多くの視聴者が涙を流しながら見入ってしまうほどの魅力を持っています。特にラストシーンでの3人の抱擁は、 彼らがこれまで乗り越えてきた困難や抱えている苦悩を知るファンにとって胸を打つ瞬間となりました。ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔岩優太神宮寺優太は、それぞれが異なる個性と才能を持ちながらも、共に高みを目指す同士として強い絆で結ばれています。その絆は、ただの仲良しを超えたものであり、彼らが共に歩んできた道のりや共有してきた時間が詰まっています。 MV の中で逆光に照らされたシルエットは彼らの絆の深さを象徴するかのようであり、ファンはその演出に感動せずにはいられませんでした。この MV の照明やカメラワークも非常に凝っており、ダンスパフォーマンスをより一層引き立てています。特にラストシーンでの逆光の演出は感動的なフィナーレを彩る重要な要素となっています。平野翔が岩優太と神宮寺優太に飛びつくシーンでは、 彼の本当に嬉しそうな表情が見えなくても、その喜びが全身から伝わってきます。このシーンは、ファンにとって涙を誘う瞬間であり、多くの視聴者が感動のコメントを寄せました。数3の素晴らしい振り付けも、この MV の魅力をさらに高めています。3人の思いがしっかりと詰まったこの曲は、ただのダンスパフォーマンスを超えた作品となっており、彼らの努力と情熱が感じられます。ファンは、 彼らがこれからも活動を続けてくれることを願っており、様々な困難を乗り越えてきた彼らの姿に勇気をもらっています。最近のテレビ放送が急に中止されたことに対しても、ファンは声を上げ続けています。新聞には名前が掲載されていたにもかかわらず、放送がなくなったことに対する不満や疑問の声が多く上がっています。ファンは、テレビ局に対してもしっかりと意見を伝えることの重要性を感じており、 彼らの活動を支援し続けています。平野翔はこれまで誰にも甘えることなく突き進んできた印象がありますが、最近では岩優太と神宮寺優太に甘えることができるようになったようです。二人に対して安心してすべてをいねられる関係性が築かれていることが伺えます。ナンバーアンダーライン愛の三人の関係性と距離感は非常に良好であり、その絆がダンスパフォーマンスにも現れています。 この MV では、ダンスだけを見せるというコンセプトのもと、より一層キレのある迫力満点のパフォーマンスが披露されています。最後まで熱量を持続させて踊りきる3人の姿は、ファンにとって非常に魅力的であり、彼らのプロフェッショナリズムを感じさせます。そして、ラストシーンではファンなら涙せずにはいられない感動的な抱擁が描かれています。特に印象的なのは、平野翔がガン太に飛びつき、 神宮寺ゆうたに抱きしめられるシーンです。このシーンは彼らの絆の深さを象徴しており、ファンにとって感動的な瞬間となりました。彼らが共に活動して夢の続きを追いかけていく姿を見られることは、ファンにとって大きな喜びです。昨夜の神宮寺ゆうたのストーリーズでは、インスタライブで朝から体を使う仕事だった、と語っていたのが、この撮影のことだったとわかりました。 ダンスが終わって放心状態になった後の平野翔神宮寺優太、岸優太のハグする姿に涙が伝いました。この場面をカットせずに使ってくれたことに感謝の気持ちが溢れます。彼らは今追いかけても届かなかった夢の続きを生きています。先日発売されたミニアルバムに収められている夢の続きの歌詞は多くのファンを涙させました。 夢を追いかけたかったけれど、様々な抑圧に屈せざるを得なかった過去から、温かい雰囲気の中でのびのびと活動できるようになり、素晴らしい作品とともに羽ばたこうとしています。信頼できる最高の仲間と共に、彼らはどこまでも突き進んでほしいと願っています。ダンスプラクティスの最後の映像を残してくれたスタッフにも感謝の気持ちが溢れます。岸優太に平野翔が飛びついたり、んぶしてもらったりする姿は、 まるで兄弟のようで、神宮寺優太が平野翔を受け止めて抱擁する姿も非常に印象的でした。三人の天才によるダンスパフォーマンスは予想以上の完成度であり、見ているだけで気分が上がりました。彼らが一緒にいてくれることに感謝の気持ちが溢れ、温かな気持ちになりました。また、この MV の成功は、彼らのチームとしての結束力の強さを証明するものであり、 その結束力があったからこそ、このような感動的な作品が生まれたのだと思います。彼らのダンスは、ただのパフォーマンスではなく、一つの芸術作品として、多くの人々の心に残るものでしょう。最後に、ナンバーアンダーライン愛のボンダンスパフォーマンス MV は、彼らの才能と努力の結晶であり、ファンにとっても特別な意味を持つ作品です。この MV を通じて、彼らの成長を見守り、 これからも彼らの活躍を応援していきたいと思います。